どうも、しょうえいです。今回は、マリメックさんをお連れして、パソコンのゲームのね、お掃除するゲームをやっていきたいと思います。マリメックさん、よろしくお願いします。はーい、マリです。よろしくお願いします。このゲームのタイトルは何でしたっけ？なんだっけ？ビセラ、クリーンアップディテール、サンタズランページ。っていうゲームでございます。はい、サンタさんが仲間たちのエルフやらトナカイやらを、虐殺して、その殺人現場をきれいにしちゃいましょうという、怖いねというゲームなんですけれども、まあ、クリスマスも近いということで、クリスマスバージョンのこれは2作目だっけ。これは2作目です。2作目ね。あ、いるいるいる、ね、私ね、まだタイトルのとこにタイトルとか、あれが出てるんですよ。エイジが25歳。あ、動けるの？あ、動けない。俺は動けないな。あ、動ける。私36歳。25歳でね、オキュペーションはなんてなってる？私はね、ジュニアエグゼクティブジャニター。あ、そうだね、ジャニターっていうのが清掃員ですね、英語で言うと。だから管理人さんとかね。そうだね、マンション、うん、ってことで、まあ、お掃除していきましょう、気合い入れて。え、じゃあ私がジュニアエグゼクティブジャニターだから私の方が偉いの？私もジュニアエグゼクティブですね。25歳なのに。25歳なのに、なんかサンタの帽子かぶってるよ、あなた。私も。あ、俺もかぶってる？ピンクにしたの。ほら、見てここ、ほら、もうエルフがバラバラになってるよ。じゃあ、お掃除開始しましょう。とりあえずゲームのシステムから簡単にちょっと紹介していきたいと思います。お部屋の中に散らばってる死体やらなんたらを、まあ、焼却処分するか、まあ、ダイナマイトみたいなのでぶっ飛ばすかで綺麗にするんですけれども、このモップとね、でこうやって掃除ができるようになってて、そのモップを綺麗にするための、ここでバケツを出せるんですね、こうやってね。で、向こう側にある機械は今マリメコちゃんが出してくれてますけど、このゴミ箱をね出して、そこにまあ死体やら、空の薬莢とか持ちてる、それをぶち込んで、あの暖炉の中に、入れるというのが流れでございます。ちゅうことでですね、死体をまずなんとかしないと、これまた血が出て、血でね、バラバラ床が汚れてしまうので、まず死体をどんどん集めましょうかね。どんどん、どうします？まずどういう流れでいきます？小さい小部屋から攻めていきます？うん、じゃあ私入り口します。じゃあそこお願いします。私ちょっとどうしようかな、このメインのエリアの死体をちょっと集めてますね。あはは、こぼしちゃった。そうなんですよ、こうやってね、こぼすと、まあ汚れてる水をこぼすとね、そこは真っ黒になっちゃうので気をつけないといけないんですけれども、綺麗な水だからここが綺麗になった。そうそうそう、それは別に何も関係ないと。で、こうやって、まあ死体をかわいそうだけど、エルフの死体をどんどんこのゴミ箱の中に入れていくというね。すごい、よいしょ、はい、入っててちょうだい。でもこれゴミ箱に入れるの難しくない？そうなんだよね、これね。入れ、入るんだ、お前ちょっと入れ。よいしょよいしょ、はい、そこに入ってて、はいはいはい、おとなしくね、はい。ちょっとね、グロいのが苦手な人はちょっとダメかもね。いやー、でもまあこれリアル人間じゃないから、まあまだ大丈夫じゃない？もう可愛いと思うんだけど。可愛いってか、お前人間、人形だと思う。はい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 、何でしょう？こう、このさ、はい、このミズ色のボックスはどうしたらいいのかな。それちょっとわかんないんだよね、なんなんだか。私もそのこれが初めてのゲームなので、2作目から1作目やってないので、ちょっとシステムがね、アイテムがね、このスニッファーとかがあるんだけど、これが一体何に使うのかもよくわからないし、これあれじゃない、だからなんか、うん、これはよくわかんない。まだ死体があるかとか。レーダー的な？わかんないけど。レーダー的な感じ？うん。じゃあ、まあとりあえずどんどん死体を、あの、パッと暖炉にぶっ込んでいきましょうよ。はーい。
じゃあこれも持ってっちゃっていい？ちょっといいよ。この子出ちゃいそうなんだけど。あ、入れていいよ。はい、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 あー落ちたよいしょ。じゃあそれは私が投げ込んでおきます。よいしょ。もう一つ出しておいてもらえる？うん、もう一つ出していただけると助かる。はい、はい、ありがとうございます。はい、よいしょ。まあ、サンタさんが大暴れをしたというなんかね感じだと思うんですけど、これプレゼント、何があったんだろうね。多分もう疲れちゃったんだろうね、いろいろ。疲れたの？いろいろもうプレゼント配りに疲れてしまって、こういったねえ、まあ、人間じゃなくてよかったねっていう感じ。これだからここは一応サンタさんのお家って感じですか？サンタさんのここ多分、ああ倒しちゃった。サンタさんのお家なんだろうね多分ね。この作業場なんじゃないの？わかんないけど。だからプレゼントここから運ぶのってなるかな。うん、多分そうだと思うよ。でもね、こんなに死体があるっていうことは、うん、どんだけここで働いてたんだろうね。すごい人数働いてたんだろうね。そういう風になるよね。すごいよ、もう肉片が。肉片すごいよね、ちょっとね。でもなんかね、バラバラになってるんだけど、うん、動いてる感じがするんだけど。それは多分あの糸の切れたマリオネットみたいになってるんじゃないの？これすごいな、これ。そういうことね。うん、これちょっともうナイフが10本ぐらい刺さってる死体がありますよ。エルフさんがね、もう人形みたいですごいよね、これ。よいしょ、うん、はい、吐いててください。ちょっとナイフもしまっとこうか。よいしょ。じゃあさ、その殺戮の方法としては、ショットガンの薬莢があるから多分ショットガンを使ったんじゃない散弾銃じゃないかな、おそらくは。いろんな方法ね。よいしょ、よいしょ。これゴミ箱に入れるのも大変だし、これゴミ箱から出ないように持っていくのも大変だよね。よし、じゃあと薬莢と、ここに首が落ちてますよ。いろいろ、いろいろなんか箱の目の前に落ちてるよ。待って、うん、持てちゃうの？いや、あ、よそ、あ、はい、大丈夫。あ、ありがとう、はい、すごいね、これバラバラになっちゃってる。よいしょ、君もあそこに入っててください。はい、はい、よいしょ。結構これね、箱に入れるのバイオハザードの箱に入れるのが難しいよね。首折ってて、はい、このどこかファンタジーでどこかリアリスティックなとこがいいよね。いきなり人間の死体片付けるよりかはまだいいんじゃない、これ入門編としては。カオスカオスカオス、この中に入れて燃やせばいいのね。そうですね、あのみんな焼却処分みたいなので。よしで、ピンとかもあるけど、それも片付けちゃった方がいいと思うんだ。はサンタさんがお酒飲んでたってこと？多分ね、その黒いラベルから見てジャック・ダニエルだと思われますけど。あ、そう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 、詳しいもんね。でもそんな詳しいわけじゃないけど、まあ飲みますのでね、多少は。よいしょ。ウイスキー、うん。サンタさんはウイスキーで酔っ払ってたわけ。いやー、なんか酒、あのなんか変な、あのなんていうの、ゆらゆら入れる椅子があるじゃない、うん、あれに座りながらなんかウイスキーをやってる姿が想像できない。うん、鼻もちょっと 赤目だし。
すごいね、この酔っ払って大暴れしたって感じ。はいはい。トナカイさんとか。トナカイはどっかにいるんじゃないですか。あ、野球が。よいしょ。結構野球あるね。野球、まあ、派手に打ったんでしょうな。ここの部屋にとりあえず全部出しちゃっていいかな。いいんじゃない？どんどん。2階もあるみたいだから、うん、テキパキやっていかないともう夜になっちゃうよ。お掃除は得意ですか？いや全然。自分の部屋もろくに掃除しないのにこんなゲームしてていいのかっていう話。あーこうじゃない。え、あーあー全部入れたのにもう全部散らばっていっちゃったよもう。はい、あー本当だ。2階もすごいことになってるよ。2階すごいことになってる。ここにね、あのウイスキーのカラビンがいっぱい置いてあるね。2階からちょっと下に投げていい？いいよ。スラックスパニエルっていうウイスキーみたいですね、これは、オールドウイスキー。見たい見たい。ファインクオリティって書いてある。どこにいるの？うん、あのね、奥の小部屋にいますよ。奥っていうか、なんか書斎みたいなところ。2階の部分の下の部分。あー、ほんと？あー、TNT があるよ。TNT、それ、燃やしちゃうと多分爆発するんだったような気がするんだけど。はい。じゃあ、サンタクロースってさ、はいはい。あ、じゃあそれ、子供たちからもらったやつじゃないの？じゃあ、入れてみる？入れてみてくださいよ。はい。はい。あ、そこに、ゴミ箱に入れてくれるんだね。はいはい。あガッシャンガッシャンいってるけど。じゃあ、入れるよ。入れてみてください。はい。はい。おー！ああ、え？あれ？あ、ま、ちょっと、なんか、あれ？あれ？あれ？ちょっと、あなたいなくなっちゃったんだけど。みたいになってるよ。ちょっと、なんか、肉片が散らばってるんだけど、これ、足とか。そしてね、名前がマリツーで、うん、44。ちょっと、ね、ちょっとねえねえ、オキュペーションがね、はい、サブスティチュートなんだろう。え、なんとかテクニシャンだって。なんとかテクニシャン。サブスティチュートっていうのは代わりってことでしょ。ただいま。あ、なんか復活したのね。ねえ、ちょっとこれあなたの手足だと思うんだけど、ここにあるの。やだー。ここに多分バラバラになっちゃったんじゃないの。えぐいね。ちょっと燃やしておこう、とりあえず。私ここクリーンにしたのどうなったんだろう。あ、これを燃やしちゃいけないの。部屋は大丈夫みたい。ここがすごいことになっちゃったよ。ちょっともう一回ちゃんと見とこう。よいしょ。うん、大丈夫。入り口はきれいにしたよ。入り口は綺麗になった。ごめん、そこじゃん。この部屋に私の肉片が。肉片とか、なんか。これ私がかぶってた帽子じゃない？かな。この椅子とかはどうすればいいんだろう。もうさ、めんどくさいから燃やす？燃やす？燃やしていこうか、どんどん。燃やしてほら、掃除の邪魔じゃない？邪魔なんだよね。あ。なんか一番いいお椅子が。あ、ごめん、私それ燃やしちゃった。ちょっと、はい、入れ、よいしょ。あ、冷たい。あなたはコントローラーでプレイしてるでしょ。だらけだけど。ん？なんだって？壁ね。はいはい。だら
きだけど、カブラチェの掃除するってことね、はいはい、じゃあ。そうだね。ちょっと音量を下げようかな。ゲームの音量がね、ちょっとでかいような気がする。音量って何の音量？ん？ゲームのなんか、あの BGM？ うん。ミュージックをもうちょっと下げるか。よいしょ。はい、OK。はいはい。多分大丈夫だと思う、あれ。よし。じゃあ、テキパキと、片付けていきましょう。はーい。いっぱい出しちゃった。いいんじゃない？この血のね、血の塊のところ、血の海のところに踏み入れると、足跡がどんどん広がっていっちゃうっていうのが、仕様みたいだから、やっぱ先に、血の元を片付けないと永遠に終わらないと思うんだよね。だから先にしたいってことね。そう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 。うわあ、すごい。よし。このディスポーサルも入れちゃおうか。それのもう何個か入ってる。はいはいはい。あなたはコントローラーでやってるんでしょ？はい。私はいつも。いつも。キーボードとか使わない派？本当ね、パソコンゲームはキーボードでやった方がいいんだろうけど、私もはるか昔には使ってたけど、最近のアクションゲームは一切やってないからダメだね。え、こういう今何でやってるの？今キーボードとマウスでやってますよ。ちょっとあの首のカクカクしちゃって、多分酔う人がいるかもしれませんけど申し訳ない。これがね、はいはいはい、板みたいなのがあって、はいはい、ちょっと見さして、見さして、来て来て、隠してあった死体がほら取って取って、ほら、はい、出してあげよう。うわー、いっぱい詰まってるよ。推定3名のバラバラ死体が。下にどんどん落としてよ。どうしよう。なんでこんなとこに隠してたんだろう。なんだろうね。隠れてたのをやったんじゃない。ああ、上から。そう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 。もう。はい。どんどん落として。あ、綺麗になったね。この板も燃やしちゃっていいのかな。あ、ごめん。はい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 。板はこれ取って。あ、板燃やさないと。ここ掃除できなくない？そうだね。じゃあ板もよいしょと。はいと。うわ、まだいっぱいあった。こっち机の上とかにもなんか死体があるんじゃない？そっち側ねえ、うん、バイオハザードの箱のところ変な音がすると死体が出てくる。あ、そうなんだね。じゃあ外れってことなんじゃない？よいしょ。あれ？よいしょ。お、君もそこ入ってて。はい。ああ。はい、よいしょ。はい、よいしょ。何が起こったんだろうね。もう、わかんない。もう気が狂ってしまったということじゃないのか。あんたさんも、ストレスが溜まったってことかな。まあ、もう。年だしやってられねえよっていうことじゃない。今年もね、もう2月ですけど。はいはい。なんかサンタさんに頼んでることありますか？いやー、サンタさんね、来てくれなくなっちゃったんだよね。もうここ18年ぐらい、多分、いやー、もう20年ぐらい来てくれてないんでね。なんかもう見捨てられちゃう、見捨てられたみたいです。サンタさんも来てくれなくなっちゃうからね。そう、なんか見捨てられちゃったみたい。でも外すごい晴れてるよ。晴れてるね。松の木があるっつうことは、どうなってんの？高い井戸のところにある。わあせっかく入れたのにせっかく入れたのに。私はじゃあ、ゴミが…ナヤの…ゴミが散らばってしまった。よいしょ。
あ、ちゃんと手紙にも文字書いてあんじゃん。読む。さっきサンタさんにちゃんとメッセージ書いてあったよ。読めばよかった。ちょっと待って、一個一個掴んで見てみよう。これダイナマイトじゃん。なんて書いてある。ちょっと待ってね。読めないな、文字ちっちゃくて。 I'm in jail again. Need bail my あー、またなんかねえ、なんて言うんだ、監獄じゃなくて捕まったっていう話だね。で、なんかお金が必要なんだって。I was caught whipping children、in the street、 ま、街中で子供を引っ叩いて捕まったんだって。借金はいくらなんですか。わかんない。 It's this one town? They always trouble. ほーん。 I know you tell me not to go out at Christmas. うん、あのねえ、 Dear brother って書いてあるね。わかんないけど、知らない。 Brother っていうのは多分要兄弟みたいな感じだと思うけど。あ、そっちの方ね。そっちの方だと思うけどね。信用するぐらいの仲なんじゃないの。だから刑務所から I'm so bored って書いてあるね。退屈だから。 I hope you send an elf with the money. エルフに金持ってこさせろって。すごいやつだね、こいつ。すごいね。 I do like elves. So fragile. え、何するのこの人。エルフ大好きなんだよね、壊れやすくてって言ってる。壊、殺されるぞ。ナヤ、ナヤにどうしたの。ナヤに、あの、なんだっけ、この、ほら、あそこ、この桶みたいな。マリメコちゃんが入れたんじゃないの、それ。ここに、最初から入れてたの。あれ、この人、取れ、なんか取れないんだけど。すごいいっぱい。この子重いみたいだね、ちょっと。カズさんいる？カズさんじゃない。この子なんかね、うまく持てないやん。すごいガッタンゴッタンガチ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 言ってるよ。ぶつかってるような気がする。すごい音してる。すごいガチャガチャ言ってるけど。現実的ななってるよ。あとね、サンタさんはどっかで買い物してるみたいなの、おもちゃを。あの、ディアサンタって書いてあって、あなたの、あの、ま、請求書だね、これね。トイズ&アザープレイアイテムが9万5千、あ、違うな、95万ドル。エレクトロニクスデバイスが1、10、100、1000万、10万、100万、543万ドル。ってことは5億円使ったってことだね。で、自分たちへのプレゼント代に、それともそのサンタさんが使い込んでるのかな。いや、これ多分プレゼント代でってことじゃない。トイゼン、トイだからね。トイとあのおもちゃとエレクトロニックアイテムだね。シッピングエンドハンドリングが35,000ドル、350万円。でトータルで、トータルで65,000万も使ってるの、この人。でもそのお金はどこから出るんだろう。どこから出るんだろうね、これね。ラスト1個。あ、まだ1個あるわ。そっちにもあるやつ入れる。え、そっちにもあるダイナマイト入れる。あ、あの、ここにあるやつ持っていこうか。じゃあちょっと待って。そう、もうこっちの部屋のやつは全部回収し終わった。はい、この、この、この箱に入れて。あと何個残ってる。入れたらさ、うん、この家が爆発しちゃわない。多分大丈夫だろう。右のこのテーブル、ここ。あ、ほんとだ、結構あるね。これ暖炉が跡形もなくなるんじゃないの。ちょっと怖いんだけど。暖炉がなくなるんじゃないの、この量。これで最後かな。それで最後。ここすごいね、ここ。なんだよ、エルフいんの。集めたでしょ、結構。集めたね、よく。よし、怖い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 。たまに床とかにも落ちてるけど、大丈夫？全部拾ったと思う。チェックして。
多分大丈夫と思うけど。薬莢でしょ。エグゼクティブジェニターさん。エグゼクティブ、どこら辺がエグゼクティブなのか分かんないけど。オッケー、じゃあ多分大丈夫でしょう。じゃあ入れますよ。はい、私このカナッコで見てる。あ、ここにある、ここに、ここに1個 TNT。 はい、あーすごい、よいしょ。あ、見事に入ってないんだけど。あなたの、あなたの、あなたの入れてくれた2個床に落ちてるんだけど。下手くそだわ。はい、じゃあ入れまーす。ちょっと難しい難しい。入れますよ。はい、3、2、1、GO。 やばいやばいやばい、逃げろー。入ったー、死んだみたい。あの、くの字に折り曲がってる俺。どこどこどこ、ほら、いる、本当爆発したよ。ほら、ここにいるでしょ。いない、何も。すごい格好してるよ俺。イナバウアーになってるよ。イナバウアー、あと片もなくいないよ。やってしまったようだ。翔平717、2号になったよ。2号になった。あの、年齢はピチピチの18歳になった。おかえり。サブスティチュートハイジーンテクニシャンだって。テクニシャン。まずさ、暖炉とこのこの周りからやった方がいいんじゃないの。どんどん足跡がついちゃったら、ついちゃうからさ。あ、でも、うん、ここは肉片とか出てくるよ。あー、なるほど。俺じゃあとりあえずこの濃いところをきれいにしとくね。いやーはーからやった方がいいと思う。あー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 あああ、すぐバケツ汚くなっちゃったよ。そう、3回ぐらいかな。え、なんかさ、これちょっとリーダー的な感じなのかな。そう、だから何かを嗅ぎ分けるわけでしょ、スニフだから。なんかね、あのビーコンみたいにブー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 ってだんだんか、ゴミの近くに行くと近く、なんかすごい。あ、わかった。汚いところを探してくれるんだ、多分汚いところを探してくれるんだと思う。まさに汚れてるところってこと。そう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 。だから掃除し終わった時にそれで確認してくださいってことなんじゃないかな、多分。ああ。で、何かそこはあの動いたらまだ残ってるものがありますよってことね。そう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 。多分そうだと思う。次の時は教えてね。はーい、わかりました。逃げる時間ないかも。え？これはもうでも最速で終わっちゃいそうじゃん。頑張れば。ないな。いっぱいでいっぱいになっちゃう、もう。こんなところに散弾銃落ちてるぞ。はい。これじゃあ、これ、これ凶器じゃないの、これ。ほら。マリメコちゃん、これ凶器、凶器、ほら、凶器発見した。これどうするの？すごい大きくない？これ凶器だ、多分。え、ちょっと待って待って、入れるの、ゴミに。入れますよ。逃げる。はい、ちょっと。はい、入れました。多分大丈夫だと思われるけど。でも中に何か入ってるかも。弾が込められてたら。弾が誘爆して？大丈夫だったみたいだよ。ビビりすぎ。え？あ、こぼした。ああ、やっちゃった。何言うの？え？今俺ここ綺麗じゃないけど、この机の部分。ああ、バケツが使えない。よいしょ。すぐさぁ、茶色くじゃなくて赤くなっちゃう。
よし。もうないね、反応。完璧？完璧じゃないですか、これ。完璧、汚かったけど。あと、モップ、きれいにして。で、これ捨てちゃ…待て。これがピコピコいってる。オッケー？はい、じゃあこれ入れて終わりです。よし、綺麗に入れた。タッチアウトしたらいいんじゃない？これでタイムカード切って終わりじゃない？おー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあしたね、やってください。パンチアウトしていくよ。じゃあタイムカードを切ってください。クロックオフ、クロックオフでいいんじゃない？で、フィニッシュじゃ噛んじゃった最後にフィニッシュ大丈夫。はい、終わった。終わった？特に何も起こらないぞ。あれ？ポストがしなきゃいけないのかな。アクティベート、ハズイはジャーナルワーク、ジャニトリアルワークヒアメットザリクワイアメントオブザカンパニーアズウェルアズユオンハイパーソナルスタンダード、クロックオフ。You stop working for the day. You abandon the task at hand. Shock the. うん、そうだね。This failure has been noted on your record. You fully expect to be left out. Go in shame. What? あ、これで終わり？ホストの人がしないとダメだったんじゃない？これで終わりじゃないの？だよね。で、終わりでいいの？これ。これで終わりなのかな？わかんないんだけど。でもリストアってあるんだよ。リストアってのがあるからさ、これでいいのかな。まあまあいいや、とりあえず綺麗になったってことだね。あ、とりあえず頑張ったしね。ありがとうございました。ありがとうございましたってことで、次もまた頑張りましょう。頑張りましょう。次のあれもねやってお掃除しましょう。はいはい、ってことでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。